求心、この世の終わりみたいな悲劇をする。立浪ブチギレ。中日の勝ち越しを阻止するスーパープレイ。今日のヒーローは、球審吉本やな。そこ取られるのはさすがに厳しいって。中日の投手の時は狭いのに、なんなんやこいつ。これが一番痛かった。ボールならどんな形であっても1点入ってる、さすがにひいきしすぎや。これはチンパイやろな。落合、審判とは仲良くしておいた方がいい。審判も人だから、多少のひいきはするんやろな。阪神ファンですら、低いと思っていたわ。これは併殺台の伏線やった。ゾーンが広いから、カリステも焦って打ってしまったな。阪神電車ではよ帰れ。記事を見て思ったことはコメント欄へ、高評価もぜひよろしくお願いします。